レッスンが 一旦終わって、明日はお休みなので、そう休みます。まあ明後日からテストなんですけど、そうなのよ、頑張ります。テストも今日の夜と明日と明後日の午前はテスト勉強しようかな、珍しく15分だけだけど。アイスたくさんありがとうね。だいぶなんか達成が見えてきて嬉しい。30万ポイント達成したら1週間分のアイスをそうゲットできるから頑張ります。テストも頑張る。本当にね、今レッスンがもう週5とか週6とかあったり、そうでテストもあって他の仕事もあったりとかで大変だけど、そうできる時に配信とかもするね。あ、ボーリング嬉しい。スペイベね、申し込んでくれてありがとう。今日はラジコでの ラジオ、滋賀のラジオのさもあったけど、みんなどうかな、聞いてくれたかな今回海派か山派かとか、海派か山派なのかどっちな、山派って言うとなんかピアノ山を思い出すけど、そうあのそれでしたね。あ、リアタイできた、嬉しい。16時台だったかな。あ、ありがとう。何、どうなったの。あ、いける、うん、ご飯ですね。まあ3期数人と 2.5 期さん数人とでこの後ご飯行くんですね、嬉しいことにね。 2.5 期さんとさご飯に行くことってあんまりないから嬉しい。そう今日ラジオだった。やば、こんな時もあとさ、お知らせがあんまできてなかったけど、生誕のも今日で締め切りだったけど、ゲットできたかな。しましたか。私のボイス、そう、いちごのボイスもありましたね。あと6万か、ありがとう。そう、あと6万いけるいける、みんな投げて、ありがとう。私もあれだよ、いちごちゃんに投げたよ、アイス。知ってる、名前変えてみんなアイス、そうみんなアイスちょうだい、お願い、アイス食べたいって言うのが、言うのが、アイス食べたいって。マジです。え、嬉しい。なんか出た？今出た？15分。15分ってことです。そう、いちごはもう達成してる。いちご達成しました。おめでとう。アイス食べよう、一緒に。え、食べたい。え、もしさ、もしさ、みんなアイス、アイス、やめて、やめて。アイス、みんな死ぬ、食べ、やめて。アイス、アイス。ありがとう、たくさん。今日の配信だからって。そう、暴れてて死ぬ。やばい、楽しみすぎる。そう、あれ、3期生と数人と 2.5 期さん数人でこの後はご飯なので、やばい、ひーたんが来た。やっほー、それただのお茶ですよねやっぱ飲みしてる。こんばんは、こんばんは。うわ、ゴミ発見。1週間分のね、アイスをもらえるみたいだから、1週間毎日アイス食べたい、うん、配信しながら。土曜日、え、そう、公演楽しみ。そうなの、ね、違う、そう、最後は悲しいんだけど、そうなんですよ。だけど久しぶり、ちょっと久しぶりの公演楽しみね、20日。あっ、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 全然大丈夫だ、大丈夫、かわいい、かわいい。あー、ひーたんどこ行った。リエッチ最後だね。うん、20。そうや、ね、最後ちょっとこれ捨ててくれ。そうなんですよ、20日やね、全力のリエッチコールをよろしくお願いします。イエイそう、僕さ、やばいね、最後。そうなんよ、なんか、え、でもさ、リエッチって新しいポジション覚えたよね。なのに2回切りって寂しくない？ね、まだ次会って2回目だから。だよね、全然。行ってきます。あ、ありがとう、来てくれてバイバイリエチ、リエチ話、ちょうどリエチの話してたら来てびっくりした。そう、いや、この後は3期生と3期生数人、2.5 期生さん数人でご飯が楽しみですね。そう、レッスン後だからみんな、そう、お顔が赤ですよ。あー、すごい、たくさんアイスありがとね。アイス
ね、私もいつかね新しいポジションとか覚えるのがそうできたらいいけど、僕隊はねもう終わっちゃうからあんまできない、やることはないと思うけど、そうまあでも曲とかさ、例えばよくライブでやるペダルとか夢力とかさ、そういうのはさ生きこことかもさいろんなポジションができるよ。そうポジションがね変わると、昨日メールでも送ったんだけど、振りも変わったり左右反転したり、あとは見える景色がやっぱり違うから、そうなの楽しいねそうなの。あ、ゆゆゆのメール届いた、嬉しい、よかったよかったそう、え、そう花だれね、リアチが出るから、昨日の時はそう特に話せなかったから、今日ね結構話したんだけど、その時に花だれ頑張ってねって言って、リアちゃんもあんまり先輩方との一緒にできるレッスンがないみたいで、そう大変そうなんだけど、そう頑張ってほしい、できれば見に行きたい、見に行けなかったとしても DMM で見ようかなって思う、リアちゃんがユニットもねそうあるし、そう上手と下手でそう振り変わったりするから大変なんよね、いろんな曲のいろんなポジションを覚えれたらいいよね。そう、え、絡む絵も変わるね、変わる、オリーブとレモンどっちが多めですか、え、オリーブとレモンどっちがどっちだっけ、オリーブレモンって花田申し込んだ、あ、そっか、マイキューさんもいらっしゃるからいいね。そうリア中大変だよね、急にリコチさんだから、元はオキさんのポジションだよね、だからポニーテールだよね、ユニットは頑張ってほしい。そうレモン隊だった、あ、そうだったんだ、いいね、そっか四国今日公演あったからか、いいねいいね、新しい公演はね本当に私も何も知らないどの曲が入ってるのかも知らない。そうまたチャートリ公演のも始まってないし、私は今また別のことでレッスンだから、振り覚えてんの？動画見て覚えたり、どうしても分かんないとこは先生に聞いたり同期とやったりとか、そうなんよ。そうチャートリもまだ始めてないからレッスンが、そうなの、いつになるのかね初日。そうチャートリの時は声を聞くやつ、え、かわいい曲よね。そう小豆島、え、ね、四国入ってたらきっとやってたよ ね。新公演のレッスンは始まってないね、まずどんな公演なのかをまずは来てないそうまだ秋だからね、秋までは屋台だから、そう全く来てないまだ。こんばんは、こんばんは、公演ね、そう、あ、今日見たよ、なんかギフターメン食べてくれてた、え、夏休み期間とかにねレッスン始まりそう、そう思う、そう思う、そうだね、そうユニットの前座すやんって、どうだろうね、どうなるんだろうねこれから。でもね研究生がだいぶ減っちゃったから、どうなっちゃうんだろう。そう大変だね、ユニットもあったり新公演もこれから覚えなきゃだし、そう大変だわ。え、そう最後の夏休みだよ私、確かね21から夏休み期間に入るから、配信もいろんな時間にできるようになる。そう、あ、明日で450、キリがいいね、早いね、もうそんなに来てるのか。そうだねそうだね、新しい公演ね、何するんだろう、あずみんさんが面白い T シャツ、よくできた嫁ですみたいな T シャツかな着てたよこれもしかしてファンの方からのプレゼントですかって聞いたら、そうだよって、そうリエチがユーニャンの配信に映ってきなよって言われたから、うん、映ります。あ、ありがとう、次はユーナの登場、髪の毛1分だけなんで人に言われて、なんでなんでリエチが映ってくださいって、おいでおいで、映れないこれは、あ、映れないの、あ、 じゃあピーピーしてこれちゃんと石原優奈ね、はい、石原優奈ですはい、これ T シャツ、え、ここ、それ反転にしてもいいの、イエーイ、あれあれです、そう今日は
は何の T シャツ着てるんですか、ゆなさん。今日は、はい、よいこのエンジョイ。あ、いいですね。おー、2021年、3年前かな。3年前ですね。いいですね。私がライトしてあげるよ、これ、ほら。あ、ありがとう。乗れる、これ。なんか変わった？うん、ちょっと、あ、ちょっと変わる。ちょっとだけ変わる。そう、ゆうなさんが来てくれた。一瞬だけ出る。ペッキー。結婚式で、してが今、投げられたんだけど。結婚しません。ゆうなが来てくれた。じゃあ、そう。T シャツと一瞬だけ顔写して帰っていきました。これからそうご飯に行くんですよ、 T シャツ。そう、おもろいです、ドキ。そう、ゆうなも、え、多分そうスピンだと思う。私はもう完全スピン、あ、いつもか。誰なんゆうなんです。そう、一瞬のゆうゆう、ゆうたんはもう多分帰っちゃったかな。そう、うどん、うどんもいいけどね。もう今日は決まってるんよね、何食べるか。ゆいにゃに投げたんだけど。そうだ、この時間から食べたら読んだりする。ほんと、でもなんかレッスンが9時までとかが結構多いから、そっから食べることが多いからもうね、慣れちゃった。そう。そんなワイもスピンやめて。焼肉かラーメンか、なんだろうね。まあ美味しいものですね。だ、誰かが言い出して、なんかその場にいたみんなも、あ、じゃあみんなで行こうよみたいな風になって行くことになった。そう、今ね11分経ったか、そろそろ、もうそろそろか、あと3分ぐらいだ。そう、うん、ちょっと一瞬切る、ね。行くまでのルートを今話してました。ルート回らないし、やばい。ハンバーグなんだろうね。見て、大谷翔平さんと奥さん、うん、そっくりさんと佐々木、うん。そうなんや、びっくりだね。そう、え、2.5 期さんとご飯ってあんまりない。そうやな、一応でもの、あー、あったね、それはあったけど珍しいよね。 2.5 期さん特に忙しいしね、うん。そう、え、結局あの場にいたみんな行くの？ほんとね、うん、意外。ああ、なるほど、そっか、帰る時間があるからかな。そう、だいぶだいぶ大人数で行くみたいで。いや、みんなが準備しだした。うん、じゃあもう壇上読みしようかな、あと1分だから、パパッと壇上読みして終わります。やばい、笑い声がめっちゃかかってきた、聞こえてきた。じゃあ18から読んでいきます。壇上読みしたら終わるね。18、いいね、あと18か、じゃあ言ってよ、もう終わっちゃうの。18って言って、せー、18、リネさん、17位、ユニさん、ヤニさん、大丈夫、16位、エイタンさん、15位、ヤトンさん、14位、カマちゃん、13位、ミシタラさん、12位、ウマちゃん、11位、ナオくん、10位、レクルスさん、9位、ケピスさん、8位、マッチャン、キョさん、7位、オカッピさん、6位、ワンタさん、5位、アッチャン、4位、ヨーシンさん、なんかいっぱい来た、ナルミさん、2位、ハイトさん、1位、誰がいるんですか？今はね、誰がいるんですか？右にリエチ、左にユーナ、前にヒーちゃん、斜め前に、斜め前にヒーたん、何やってるんだ、クルさん、いっぱいいます。どこ？クルさんよ、6人います。どこ？男じゃないから。あ、じゃあテロップ出たので今日は終わります。え、大丈夫？誰か最後映る？大丈夫？大丈夫？映る？おいで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 。ねえ、これひーちゃんの髪。あ、くるくるさん、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 はい、リーチー、あ、いちご。ひーちゃんの髪。じゃあ私は同期と 2.5 期さんとご飯に行ってきます。またバイバーイ、また明日会いましょう、バイバーイ。